さん、こんにちは。こんにちは。ご紹介をいただきました小池百合子でございます。彼女の実績であります産業革命遺産、山本さんは海外での経験も踏まえて世界のロビングをしておられたと聞いているわけでありまして、実績は彼女のものであると私はこのように聞いています。まあ、チームでやっていらしたんでしょうが、彼女は大きな働きをされたと思います。そして今観光業、この伊勢志摩サミットだけではありません。三重県は観光の宝庫であります。それをもっともっと彼女の知恵でもって伸ばすことは三重県にとって誇りになると思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。この三重の地で山本幸子さんをぜひ勝たせていただいて、素晴らしい三重づくり頑張ってまいります。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げます。東京でも頑張りますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。